比叡小山城は、ビンゴ国三吉佐と、現在の広島県三吉市畑式町にあった、日本の城である。ビンゴ国の国人漁師三吉市が拠点とした。標高410メートルの比叡小山の頂上に位置し、三次盆地の北側から突き出すような半島上の丘陵頂上部から南の尾根筋に築かれた連閣式の山城である。 比叡山の南麓に存在する熊野神社の裏側から途上の道が伸びており、大手道であった。三島の丘陵にある岩尾寺、岩尾寺山公園への狭い林道も城の北側近くまで通じている。この道の途中に、ため池が存在し、田畑も存在する。同じ道から北へ分岐して、下段へ向かう道に、三好氏の菩提寺である、光源寺、および一族の墓所がある。 高原寺跡からさらに脇の道を進むと、行基階層と伝えられる岩屋寺がある。南北朝時代には、足利高氏が道具を造営し、戦国時代に至ると、天文8年、三好田須高が本堂を造営し、江戸時代の朝の長春、長生の代に、現在の場所に移し、本堂、栗などを建てたと言われている。山頂付近に屋敷跡、 北の丸、二の丸、本丸などの車が依存し、コード類や石垣の移行を見ることができる。中には、半地下式のものもあり、四角の東の谷の一角は渦見門を構えて、側面を石垣で守られた、相当な規模の建物があったことが想像される。三の丸には窪地で、井戸があったと思われる、湧き水設備の跡も発見できる。日本城郭体系の記述によると、 本丸は70メートル40メートルの規模で、北半分に土塁を設け、北西宮に井戸と門、南半分には石垣を築き、南隅の門は、マス型の構えで、本丸西南の45メートル20メートルのクルワに下っている。追記年代は不明だが、上級の乱後に、大見国から貧乏国三次号へ下校してきた藤原県藩によって築かれた。 その息子の金貞が、三好大部と称して、三好氏を名乗り、以後、貧乏北部でも有力な国人として、勢力を伸ばした。鎌倉時代の初めに、源氏の御家人である佐々木氏が三次の地頭として、赴任して築城し、上級の乱後に、三好氏にとって変わられたという説もある。鎌倉時代末期には、五醍醐天皇、南北朝時代には、足利高氏、 足利忠が冬に従い、その後、山梨、戦国時代には、天子氏、大内氏と転々としてきた。栄章13年には13代いた須田須高は、天子川の武将として、秋五流城主志都氏と共同して、吉田郡山城氏・毛利京元と戦っている。同じ頃に毛利氏と親戚関係にあった、岩見国南部の高橋氏とも争っている。 毛利元成が没工すると、三好氏は、毛利氏に従い、天文十三年には、天子国久を中心とした、新宮島からなる、天子軍に攻撃されたが、毛利氏の援軍を得て、天子氏を敗走させた。十四代、流量の第には、八万国もの所領を持つ勢力にまで成長した。天文十二年、江田氏の天子側への裏切りがあり、このことが原因で、 三好氏は真っ先に、毛利に生死を出して、中節を誓ったが、さらに同年5月に人質を出している。この後、三好氏は、一族の娘などを元なりの側室として差し出し、毛利氏に従属していった。15代当主、三好弘隆の代になった、天正19年、菊間山城の築城が完成し、比叡を山城は、居城としての役割を終えた。岩屋寺から少し南に向かった、 岩屋寺山公園の一角の展望台付近に、阿波谷隆信公の墓が祀られている。墓は、下記の石踏みの傍らに存在するが、五輪塔や宝鏡院塔形式の墓石としての、原型は保ってはいない。阿波谷隆信公の墓、比叡尾山城主十五世位、三好広志高は、おじである、阿波谷村勝山城主、三好隆信を、天正年中、比叡尾城にて誘殺す。 高信、死に望みて、我がコンパク長くこの土に泊まりて、何時を滅ぼさんとの一年のために、天正十九年見よしし、比叡お城を廃して、引熊山城に移りしあと、わずか十年にして滅ぶという、ナムゼオン菩薩。ありがとうございます。